さて今回からロックビルの神殿攻略的に攻略していきたいと、本格的に攻略していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、前回ちょろっとだけ下見しました。で、こっちの左側の扉から攻めるのが正しいんじゃないかというわけで、こっちは前回爆弾で破壊した壁と、この青い水、ここだ。間に合わなかったか。一応防いだつもりだったんですが、ピッピッ。この青いスイッチの謎を解きますか。は、こっちにも行けるところがあるが、もちろん行けない。キン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 。よし。この青いっていうのが引っかかるところなんですが、は、これでかくない？リンクさんじゃ押せない。ちなみにこっちのやつは押せるんでしょうか？押せるみたい。これ抜け殻のエレジーだろう。で、これでかいやつは、ゴロンリンクさんじゃないかと。ゴロンリンクさんになりまして、ゴロンリンクさんだったら押せる模様。で、こっからの、抜け殻のエレジー。これでゴロンリンクさんのストックができました。これで押してもらっていて、で、こっち、え？天井にも、ゴロンリンクさんになって初めて気がついた。天井にもスイッチがあります。これはどうしたもんかな？こっちにもね、お宝箱があるのはいいんですが、木箱は破壊できるみたい。木箱は破壊できるみたいなんですが、とりあえずこの、地上に伏してある、あと3つのスイッチ、これを押さなければなりませんよね。これは、掴むことができて、サイズがちょっと、いや、ぴったりか？ぴったしカンカンか？どうなんだい？ああ！押すことができました。これでもう元に戻すことはできない。となれば、はい。まずはゴロンリンクさんを解いて、お次は、ゾーラリンクさん。ゾーラリンクさんで抜け殻のエレジー。ゾーラリンクさんの抜け殻をここに設置することができました。で、最後は、リンクさん自身で抜け殻のエレジーとなることだ。ピロリロリン。やっぱりな、開いたぜ。さあ、これで、そこの扉が開いたままです。突入。不自然に草が生えてるんですが、魔力、爆弾。ハートは、なし。弓矢で落としておいて、はい。ここ、当てるのが難しい。さらに上。上の方は、よいしょ。よしよしよし。さあ、落ち着いて探索しましょうか。まずはここは、小さな鍵を使わないといけないところ。で、上の方にも行けるんですが、これ、待って。デクバナが設置されてある。これ逆さまになったらとんでもないことになりません？空に落ちません？これ。逆さまに、いた！また出てくんのか。ここですよね、まずは。これまさかまた大爆弾とか言わないだろうな。もう無限湧き。じゃあ爆弾置いてみましょうか。大爆弾なんかありませんので。はい。恐る恐る爆弾を置き、静かに見守る。よっしゃ。なんだか破壊することはできました。で、こっちは？エレベーターか？まさかな。階段を降りて、あ、先ほど破壊したところが、なるほどね。日の光が浴びるようになってる。で、これなんか左右の人たち、これ大丈夫かな？この人たち、よし。罠でしょ、これ。あ、でも、アタックすることはできます。危ない。アタックして、破壊しておきましょうか。はい。一発ダメージを加えておいて、爆発。で、爆弾をドロップ。で、こっから、まずは、太陽さんに、眩しい。これはゴロンリンクさんになった方がいいのか。あ、ゴロンリンクさんですよね。ゴロンリンクさんになりまして、ぬるま湯に突入。大丈夫。で、この先の宝箱をゲット。ダンジョンマップかな？ごまだれー。あの一瞬驚いたような顔。
素敵です。ダンジョンマップを見つけた下画面のうんにゃーをタッチしてマップ画面を見てみよう。さあ、ダンジョンマップを手に入れることができました。これは破壊しなあーもう遅かった。はい、じゃあこっちもアタックしておいて逃げる。キュ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 。よし、ダンジョンマップを手に入れたはいいが、それだけじゃ済まないだろう。何かがあるはずだ。はい、一応全員倒してみる。マップ内の人は全員倒してみます。で、避難。こちら。お、あ、これはもしかして、もしかしてだけど、はぐれ妖精さんでは？ん？違った！小さな鍵だった。これよかったね、倒しておいて。よし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 。小さな鍵を手に入れたということは、すぐ近くに小さな鍵を刺せるところがありましたからね。ふぅ。ここだ。ガチャコン。お、お次はゾーラリンクさんか。使い分けますね。さすが最後の神殿といったところか。よいしょ。あ、爆弾さんもいます。静かに入水して、爆発しますよ。これね、危ないから。何がキューキュー言ってる？え、ちょっと待って、怖い。何？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 本当に何？何がキューキュー言ってる？は？あ、一応向こうにスイッチがあります。何かしらこれ、なんか木箱がありますね。なんか意味深な木箱。あ、一応破壊はできます。破壊していいのかな？破壊していいでしょう。で、こっちはゾーラリンクさんで。あら、これまさかちょっと難しいことになってくるんじゃないか。ゾーラリンクさんで、こっちに向きたい。正面を向いて、で、こうして、ぴょんと飛ぶ。あーったた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 。ダメですね。やっぱどう考えてもここ飛び乗ることはできませんので、一回潜って一回潜って、ここら辺なんかどっかに何かないかな、何かないかな、何かヒントとなるようなものが隠されているような気がするんですが、水中の中に。何もないのか？それだとどうするのか。ということは一回潜って、こっちの細道、ここを通っていくんじゃないかと。またこれ天井に出っ張りがあるよ、これ。スイッチね。お？広い！深い！なんか水の中って怖い！ゲコゲコゲコ。ここだ！ピシュン。で、アメンボさんがいる、アメンボさんがいる。いや、これデクババさんか。あ、水中バージョンのもいたな。はい。敵をしてんでしょ？よし。敵さんは程よく片付けておいて、さあ、このだだっ広いダンジョン、このだだっ広いダンジョン、このフロアを攻略しなければならないんですが、これカッターかな？カッターでな。カッターでな、爆発させておくんだな。よっしゃ。はい。そうすると、上に宝箱が出てくる。でもあの宝箱の色合いからして、はぐれ妖精だな。まあ、後で取れる時に取っておきましょう。じゃ、ぷかーっと上がって、ふむふむふむ。これ陸に上がれますかね？上がれます。上がって、あ、ここは太陽がありますよ。太陽があってからの、向こうは小さな鍵を使うところ。あ、反射板があります。懐かしい。あそこの鏡に向かって日の光を照らすと反射するんですよ。反射しますか。ほら。こういう感じで。反射します。反射するのはいいものの、ふむ。ここに当てなきゃいけませんよね。となれば、チャットさん？これ鏡？なんか普通のとは違うわね。これで日の光を貯めておけるんですかね、向こうさん。で、離れて、貯めておける！で、これで、よし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 。チャージできるんだ。すごいな。で、この宝箱は、チュチュちゃん、チュチュちゃんが挟まってる。ドカン。ゲット。なんかやけにでかくありません？気のせいかな？ごまだれー。コンパスを見つけた。ダンジョン内に隠されたいろんなものの場所が分かった。コンパスゲット。で、こっちにも行けます。ガチャコン。ん？これ最初のところじゃないか。あ、ショートカット繋がったってことね。あ、なるほど。また木箱がある。え、ちょっと待って。ショートカットできたのはいいんですけど、
小さな鍵を手に入れなければならないのですよ、僕たちは。こっちには何もないな。見逃しませんよ。うむ、やっぱこの部屋、まだ何かあるんじゃないか。いや、あ、見逃すところであった。なんだあれは。なんなんだあれは。炎の弓矢をセット。ギュ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 。当たるか？いけ！よし。何？そんなところにまで宝箱が出てきても、取れないっての。最初のフロアに戻ってきました。ふむ。やっぱここに何か隠されている何かがあるはず。いやいや、あったあったあった。よしよしよし。まずはね、弓矢を装備するんですよ。あそこ見てください。目玉に、いやでもあれ、いけ。あ、宝箱が出てくる。はぐれ妖精かな。でもここまでどうやって行こう。あ、フックショットか。いや待てよ、重要なことだった。なるほど、フックショットでここに行けるようになったんですよ。宝箱が出現したってだけじゃなくて。いた！よし。開けて。はぐれ妖精。あ！金色に輝いている。で、ここに行けるようになったと。しかし、ここの扉は塞がっている。ここをどうにか開門させなければならない。どうやって開門させましょうか。何かヒントが隠されているはずだ、この部屋に。ここだ！いた！引き寄せるだけか。やっぱここなんだよ。間違いなくここだ。ここをどうにかしない限り、先はない、道はない、未来はない。だってさ、ここのスイッチ、もし反対にするとしますでしょ？ダンジョンを。反対にしたら、もうやけに押せなくなる。いや、もっと押せなくなるはずなんだ。だから、今、この、なんだろう、真っ逆さまじゃない状態。真っ逆さまじゃない状態で押さなければ意味がない。ただ、ゾーラリンクさんでは押せない。で、ゴロンリンクさんでなんかもちろん押せない。となれば、デクナッツリンクさんなんじゃないか？デクナッツリンクさん、この、ぴょんぴょんぴょんができたはずなんだ。やったぜ！で、デクナッツリンクさんを解除。これで押す。よかったー。で、これまたハグリ妖精さんじゃないだろうな。あ、いや、ダメだ。豪華な宝箱だ。いや、ダメじゃない。よし、飛んで。はい。頼む。頼む。お願いします。何か重要なものであって。よかった。小さな鍵だ。よかった、よかった。はぁ、よかった。ここのフロアの、ここなんですよ。壺を割っておきましょう。何も入ってない。よし。お？なんだ？チャットさんお願いします。これってもしかして、単に積み上げてるだけじゃない？となれば、力任せの、ぶん殴れ。ドン。ドン。お？そうすることによって、真っ黒クロスケさん。あ、なるほどね。日の光が、こう、ぴょ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 って出てくるようになったということか。なるほど、なるほど。まずは、あそこの太陽さんにめがけて光を放つが、あれは届かないか。となれば、そこの鏡にチャージしておかなければならないな。これぐらいでいいでしょう。いけ。よし。さあ、道が開きました。あ、これ、はぐれ妖精さんかな。はぐれ妖精さん、2匹目。ここにあることも覚えておきましょう。いたた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 、まだいる。で、お次はここか。なかなか難しそうっすね、ここは。真っ黒クロスケさん、よいしょ。次は、リンクさんから見て左側、こっち側に光を当てなければならない様子。二重で溜めなければならないな、これは。まずはたっぷりプリプリ溜めまして、ここだ！出て、で、ここも溜める、ここも溜める、目いっぱい溜める。で、真っ黒クロスケさんが来るが、よし。ここだ。大丈夫。はい。で、これで、これで、当てる。ふぅ。お、こっちは先が続いてそう。なかなかスムーズじゃないですか。あ？うわぁ。この人もこの人で可愛いですよね。こう、ムジュラの仮面が始まってから、爆発するのか。ムジュラの仮面が始まってから、いつも可愛い可愛いと言っておりますが、本当に可愛いんですよね。小敵さんのデザインが。ジンタンパパになっちゃうぞ。というわけで前に進んでいきましょう。どれ？お？これデクナッツさんを使って、ここ飛ぶのかな？飛べるのかな？火の粉が待ってる。というわけでじゃあ今回はここら辺にしておきましょう。次回から。
と思ったんですが、まだやります。もうちょっとだけやります。キリがいいところまで。まだ中ボスも倒してないと思いますので、というわけでデクナツさんに変身。さあ飛ぶぞ。これ火の粉舞ってるけど大丈夫なんでしょうか。燃えないんでしょうか。脆そうですよ。これ飛んでるやつ脆そうですが、あ、ルピーがある。寄り道して大丈夫かな。あ、宝箱もあるじゃないか。どれ、これはぐれ妖精かな。はい、はぐれ妖精を捕まえた。で、これはこっから飛べるの。危ない。で、あそこの細いところに飛び乗れるか。よしよしよし。で、また際どいジャンプをするわけでもなし、こっから行くぞ。うわー、危ないよ。よし、こ、降りて降りて降りて、はい、チューチューちゃんがいますよ。チューチューちゃんがいますが、これどうしようか。飛べるかな、飛べるかな。飛べないだろこの距離。どうしよう。いや、でも飛ぶしかないのか。いけこれはね、あそこに着地するではなく、するではなく、流れで行かなければならないと見た。はい、まだ行けます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 。よっしゃー、よし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 。で、降りる。扉は入れる。だが、ここの宝箱はなんで燃えてるんだ？なんで燃えてるんでしょうか？わかりません。僕にはわからない。壺終わったら、炎は解除されるのか？そんなことはない。ここに来てルピーがたくさん取れる。え？なんでこれ燃えて、来たー！チューチューちゃんが爆破されても、特に何も変わったことは起きない。まあいいや。じゃあこの先進んでいきたいと思います。ドドン、広い。あ、ガロの仮面の人。いや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 、早っ。これ、あ、これ、忍者の棟梁、こ、甲賀万事谷の忍者の棟梁か。あ、ガロさん本人ということか。あ、でも防いでも防いでも一筋縄ではいかなそう。チャトさん、ボスガロっていうところね、普通のガロのようにはいかないわよ。あの剣をかわすことだけ考えなさい。かわすことだけ。はい、かわしました。で、後ろから攻撃。あ、なるほどね。ドッ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 ド、かわします。で、ここ、はい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 。で、かわした後、アタックした後にちょっとした回転攻撃が来ますので離れておく。はい、避けて、間抜けな、おーっとととと、と戦法を変えてきやがったぞ。楽しくなって、いーだだ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 だ、油断してしまった。楽しくなってきたじゃないか。ちょっと待って、かっこ悪い、すごいかっこ悪い俺ここで。待って待って待って、もう見切った。はい、見切った。後ろ攻撃、回転攻撃。もうちょっと待って、油断が生じてるのか。ここだ、見逃してんなよ。やばい、体力がやばい。はいはいはい、避けて避けて、さらに避けて。はい、間抜けなやつめと思ったら、あー、ただ妖精さんがいます。助かった。あー、当たり前のことですが、妖精さんがいなければ即死だったな。ここだ、これを避けて。はい、横に横に避けてと思ったんですが、横に避けるのはあまり得策ではないのか。避けれないと思ったらもう迷わず防いだ方がいいのか。で、はい、攻撃来る。後ろ攻撃で、避ける避ける、離れて離れて。ここだ、防ぐ。キン、ちょっと待ってよ、体力やばいぞ。また体力がやばくなってまいりました。体力がやばくなってまいりましたが、倒したか、強かった。この私がやられるとは、敵ながら見事であった。最後に我が言葉、心して聞け、ごくり。聖なる黄金の輝きを放つ者は、神殿の入り口に光る赤い印を射抜き、天に大地が、地に月が生まれる衝撃を与えるであろう。我が言葉忘れるでないぞ。死して屍残すまじ。ボカン、わっ、それが我らガロの掟。間近に宝箱が開く。
ごまだれ。光の矢を手に入れた X は1、2にセットしよう。魔法の力で弓矢が変化。悪を打ち払い、行く道を照らす聖なる光の力が宿る。最強の弓をゲットしました。バテバテリンクさん。というわけで、今回はここら辺にしておきましょう。さすがにキリがいい。次回からこの光の矢を使って、いろいろとまた6ビルの神殿攻略していきましょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。